こんにちは、田口智朗と申します。よろしくお願いします。ショートフィルムでですね、あの皆既日食の午後にという作品でして、スーパーフライさんの楽曲を、使わせていただいて、そしてその皆既日食の、一日を、ドラマにして、まあ、何人か の人物が出てくるんですけれども、その人物が最終的にその交差するという、ね、作品です。そうですね、あの最初に脚本を読ませていただいて、まあ、ショートということだったんですけれども、そのいくつかのその人物が最終的にそのドラマの中で皆既日食という日に、こう交わってなかったのが最終的にちょっとだけこう交差するという、あのプチ群像劇になってると思いますので、読ませていただいて非常に面白いなと思ったので、仕上がりを楽しみにしております。現場で困ったことはないですね。はい。あと楽しかったことはですね、昨日のなんか撮影ではすごい、まあ、あの土砂降りだったみたいなんですけれども、今日はもう本当に、打って変わった晴れ晴れとしたピーカンの日だったので、なんか皆さん天候を心配されてたんですけれども、非常に、心地よく、そしてちょっと荷物を運んだりしたり、ちょっと小汗をかくような、気持ちのいい日に、のびのびとお芝居をさせていただいたと思ってます。そう、まあ、監督目線というわけではないと思うんですけれども、ショートっていうのはそのワンアイデアを、その精度を上げて、こう集中して撮ることができると思うので、非常にその瞬発力があって可能性のある、ジャンルだなというふうに思いました。そうですね、皆既日食はやられちゃったんで、そうですね、皆既日食は面白いなと思ったんですよね。本当に脚本を読ませていただいて、そうですね、何かこうやっぱりなんかふっと浮かんだようなそのワンアイデアをこう広げていけるような、なんでしょうね、僕、まあ、ちなみにその今知り合いとその年寄りのパンクバンドをやってるんですけれども、まあ、その、バンドでちょっとその年寄りにとってパンクとは何かっていうようなことをテーマにしたちょっとプチドラマみたいなショートフィルムを撮ってみたいなと思いました。はい、ですね、この作品はですね、そのスーパーフライさんの楽曲と、そして皆既日食という実にその神秘的な、現象を、ドラマにした、こうなんですかね、ちょっと、まあ、小さな群像劇になってると思いますので、最終的にどういう、こう音楽とドラマが交差していくのかを楽しみにしていただけたらと思います。そして僕も楽しみにしてます。ショートショートフィルムフェス&アジアを応援しています。ぜひ皆さん映画祭へ来てください。それではいつまでも映画のある世界でありますように、エンジョイ、そしてスマイル。